今回は2年前の2022年に発表された日本ボート・オブ・ザ・イヤーの授賞式の映像になります。なんとパーカーとアクソパー合わせて5つの賞をいただくことができました。だいぶ経ってからの配信になってしまいましたが、今年の、発表も楽しみです。3月21日今週の木曜日に発表されますので、皆さんボート賞会場お越しいただけますと嬉しいです。日本ボート・オブ・ザ・イヤーは日本国内で市販される BWC を含むモーターボートの中から年間を通じて最も優秀なボートを選定し、小型艇部門はアクソパー22スパイダーが獲得しました。株式会社岡崎ヨットセールスマネージャーの秋元様、壇上にお上がりください。小型艇部門賞としてここに表彰いたします。2022年3月31日日本ボート・オブ・ザ・イヤー実行委員会。中型艇部門はパーカー920エクスプローラーマックスが獲得しました。中型艇部門賞としてここに表彰をいたします。大型艇部門はアクソパー37クロスキャビンが獲得しました。またも岡崎ヨット秋元様、どうぞ壇上にお願いいたします。すごいですよ。はい、もうどういうことですか。どういうことでしょう。大型で部門賞としてここに表彰いたします。初めてですか。おめでとうございます。おめでとうございます。日本ボートオブザイヤーベストファン部門賞としてここに表彰いたします。日本ボートオブザイヤー実行委員会、おめでとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいな。手が出てまいりました。お願いしましょう。ということで、日本ボートオブザイヤー2021アクソパー37クロスキャビン65点ということで決定いたしました。まずはおめでとうございます。よって2021年日本ボートオブザイヤーとしてここに表彰いたします。2022年3月31日日本ボートオブザイヤー実行委員会実行委員長山崎健二、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。